はい、皆さんこんにちは。投資レスリーライブよっちゃんです。今日は7月2日、今17時25分、音声収録 YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、ちょっと仮想通貨上位100ということで、以前お伝えしているような、ね、企画になりますけども、こちらやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりの企画なんで、改めてね、仮想通貨今高いか安いか見ていきたいと思います。最近の仮想通貨市場ですね、今日も音声で YouTube 撮る前にですね、スタイフのライブなどしたんですけども、私の見立てでは仮想通貨おそらく10日ぐらいは下げるんじゃないかというね、ちょっと音声伝えてますけども、10日ぐらい下げる理由としてはね、そちらオンラインサロンの方で、記事にまとめてありますので、よかったらそちらね、ぜひチェックしていただければと思っております。ではそれを踏まえた上で、まずビットコインから見ていきたいと思います。今日の仮想通貨市場ですね、おおむねちょっとこういうような状況で少し下落していましたが、少し下落幅狭めてきたなっていうような今のところ状況ですね。ですので、思ったより私の感覚では下げ幅狭いというか、思ったより下げてないなっていう印象ですね。下げるのは当たったけども、下げ幅少し緩いなっていうところですね。もう少し下げ幅広げてくる展開を予想してたんですけども、ちょっとこれも想定外でしたね。株式も下げてくるんじゃないかなと思ってましたが、予想以上の強さの銘柄もありましたので、特に新興市場の銘柄、出遅れてたような銘柄がですね、かなり買い戻し今日入ってたなっていうところなんで、これもちょっと意外でしたね。逆に売られるかなと思っていたので、少し意外なことが続いています。それも踏まえてビットコインですね。こちらが373万円ぐらいですね。ほぼ変わらずで推移しています。1週間でも 2.2% ぐらいの下落。イーサリアムの方が 3% 安ですね。23万円ぐらい。こちらの方はですね、1週間で 6.8% 今上昇しているという感じ。イーサリアムがちょっと堅調ですね。ビットコインに比べるとイーサリアムが結構巻き返してきているのかなというところです。それから4位のバイナンスコインですね。こちらが今31,644円ということで、こちらの仮想通貨になりますけども、こちらの方もですね、小動きですね。今日はほぼ変わらず、週間でも 3.2% 下落ですね。カルナのエイダですね、こちらの方が 0.2% 安の、1週間では 1% 安、こちらもほぼ動いてないですね。安くなってもいないという形なんで、底堅いとも言えるかもしれません。XRP 7位ですけども、72円で 1.2% 安、1週間で 1% 高ぐらいですね。最近あまり話題にならなくなったのといえば、同時コインでしょうかね。こちら6位なんですけども、価格が27円、1.4% 高。1週間で 6.3% 安。こちらなんかちょっと安くなってきたイメージ結構ありますよね。柴犬見ていきましょうか。最近柴犬の方が元気がいいような気はするんですけども、柴犬ですね、0.1% 高、週間ではなんと 20% 高ですね。こちらしっかりです。やっぱ同時より柴の方が今買われているのかなという感じはするんですけども、ちょっとねそれも面白い展開ですね。同時とイオスじゃない、同時と柴ですね、柴犬、これがあんまりこう相関性低くなってきたのかなという感じはありますね。ちょっと面白いですね。パンケーキですね。こちらもほぼ変わらずですね。フェデラーが 5% 高の、1週間でも 5% 高。ウェーブスしっかりですね。4.7% 高の、1週間では 13% 高ですかね。しっかりですね。思ったより下がってしまって上がらないのがチリーズですかね。1% 安の 3.1% 安。1週間でね。ちょっとこれ意外ですね。思った以上に上で重い感じです。エンジンコインが 3% 安、1週間で 8% 高です。スシスワップの方が 3.4% 安の、1週間では 6.8% 高です。ベーシックアテン所得もほぼ変わらずですね。1%、1週間で 1.8% 高ですか。ほぼ変わらずですね。クアンタムがしっかりですね。1% 高安ですね。2% 安の、1週間では 13.5% 高。こちらがなんか気を吐いてたようなイメージありますね。ちょっと上げ幅縮小してきているかもしれませんけども、しっかりとも言えます。はい、ちょっと100位までね、見てみたんですけども、ほぼですね、このような動き。ですね。あんまり動いてないですね。1週間でも、
回復してきてるのもあれば少し下がってるのもあるので、まあ総じてこじっかりといった感じでしょうかね、今日まではね。ただ今日から私の方でやっぱり下げてくるという形の、状況を想定してますので、思ったよりそこ堅調ですね、どちらにしても。これ想定外です、本当に。ただね、まあ1週間ずつの単位でだらだら下げてくるのではと思ってますので、まあ今日は思った以上に下値を、では買われているという感じ。これも本当意外でしたね。まあ明日またどうなるか。明日土日です。土日含めてね、明日は土曜日ですけども、ちょっと怪しいんじゃないかなと思います。ニューヨークダウとかがまたね、崩れなければまたわからないですけども、崩れてきたらやばいっすよね、ちょっとね。そういう時は影響を受けるみたいなところで下げてく、がっつり下げてくるっていうこともゼロではないと思いますね。まあ、ただニューヨークダウがまたね、今日と同じぐらい上げたりすると、またちょっと読めないですし、まあ、逆に急騰までは分からないですけど、まあ、上昇してくることも1日ぐらいはもちろんありますし、上がってくる可能性も十分あるかもしれないですね。まあ、ただおそらくはトータルではやっぱり下がり続ける傾向には今入ったと思いますから、買いも少し焦らずでもいいかもしれないですね。まあ、ある程度1週間後とか10日後にちょっと狙っていって、大きく下げたところで入るとかいう形が、今はちょっとどちらにするかわからないなっていう方はちょっと待ってもいいかもしれませんね。まあ、ただわかんないです。急に上げてくることも十分ありますから、まあ、買い時は難しいんですけど、まあ、ちょっとずつ買っていくっていうのもありかもしれないですし、まあ、私はちょっと待とうかなと思いますね。まあ、買いたいかなと思うんだけども、おそらく1週間後とかの方が安く買えるかなっていうところはあるので、まあ、1週間後でもいいし、まあ、上がってきたらそこで乗っていくっていうのもありかなと思ってるんで、まあ、慌てることはないんじゃないかなと思いますね。どちらかというと、ちょっと緩めにして、なんかがっつりガツンと下げてくる日があるかなと思うので、まあ、そういうところでしっかりね、拾えるように頑張って、目を離さずにいようかなと思ってますね。はい、ということでね、今回の、仮想通貨時価総額上位100ですね、まあ、見てきましたけど、そんなに動いてないなというところですね。まあ、取引量も少なそうですし、まあ、幅が全然動いてないので、まあ、それにしても下げてないなというところが、なんかこう、買い欲ってのどっか下の方では硬いのかなというところもありましたので、まあ、そうそう悲観することもないんだとは思うんですけども、まあ、しっかり見ていこうかなと思ってます、どちらにしてもね。はい、ということでね、今日は週末金曜日の、マーケットレポートをさせていただきましたけども、またね、土日にかけて下がってきてしまうのか、まあ、逆にね、はい、それを跳ね返して上がってくるか、温かく見守っていただこうかなと思いますし、皆さんもね、ぜひ投資頑張っていただければと思っております。これよりお祈りしています。応援しています。ということで、今回の音声 YouTube の方は以上となります。最後までご視聴ご清聴いただきましてありがとうございました。